家の中彼は立ち止まって鏡草履のおのわいを直す格好で素早くそっちへ目を走らせた間違いはない確かにつけてくるその男は懐でをして左右のみを眺めながらゆっくりとこちらへ歩いてくる古びた 木綿島の着物に斑点で裾をはしょりダブダブの長いもも引きに草履を履いている仕事を休んだ紙くずいといったごくありふれた風景であるどこにこれという特徴はないがとぼけたような目つきやひどくゆっくりと落ち着いた歩きぶりには隠すことのできない 一種のものもがあったそれは老練な猟犬の持つ誤りのない判断とかぎつけた獲物は決して逃さない冷静で必要な粘りという感じを連想させるものであったこんなはずはない不思議だ彼は歩き出したどうしたってそんなはずはない 江戸へ入ってから一度も知った者には会わないし彼が戻ってくるということを感づく者も,もないはずである街角を曲がる時そっと目の隅で見た間合いは少し開いたが男はやはりつけてくるこちらへはまるで目を向けず依然として落ち着いた気味の悪いほどせかない歩きぶりで ゆっくくりとつけてくる「そこは片側が武家屋敷片側が釣果であった暖かかった冬の一日のもうすっかり傾いた日差しが道の上に長く影を落としている黄昏には間のあるふと往来の途絶える一時町全体がひそかに ため息でもつくような沈んだ裏寂しい時刻であった「おじけがついてるこんな感じは初めてだことによると危ない年貢の納め時になるかもしれないぞ」しかし彼の表情は少しも変わらなかった歩く調子も決して乱れはしない。 人の目には平凡なおものと見えるだろういくらか苦み走った美男で身だしなみのいい若い手代といったふうに確かにこれまで彼はついぞその自信を裏切られたことはなかったそれだけが今の彼には命の綱のようであったいつかはそうなる誰だ いつか一度はそうなるんだが今はいけない少なくともあと一日今夜一晩でもいいあいつを片付けるまではそれまではどんなことをしたって大きな寺の門が見えてきた上野の山内の森がまぶしく夕焼けの光を浴びているすると寺は 根岸の大掃除だ彼は右手を懐へ入れた腹巻きの中の担当へ触る前に人さし指の爪際が鋭く傷んだトゲを刺したのかと思って出してみるとそれはささくれであったそうだあの寺の墓地は広かった彼は指のささくれをなめながら まっすぐに、初めからそれが目的であったかのように門前の茶店へ入っていった暗くジメジメしたかなり広い土間に小ざを敷いた腰掛けが並び壁に寄せてしおれた菊やしきみや赤桶などが見える十七八の娘が一人土間にむしろを広げて せっせと小さな花の束を作っていた「花と線香をください」「娘はこっちを見た色が黒くて丸っこい田舎から出てきたばかりといった風の愛想のない顔立ちであった」「お参りですか」「ぶっきらぼうに行って今作ったばかりの花束を無造作に一つ取り」 かがんだままだして見せた。「こんなのでどうですか?」。そして横目でこちらを見たが慌てて花の頭をこすった「もう少し大きいのにしてください」。そっちの大輪の菊を入れて「いいえその白いのがいい」。「これは高いけどいいですか?」。はなをらせが 目では巧みに表を見ていた。その男はゆっくりと一度店の前を通り過ぎまた戻ってきて元の方へとのんびり通り過ぎた。酒焼きが薄く伸びたくましい顎にも武将ひげが見えた。年は三十五六日に焼けた肉の厚い方に眠たそうな細い目を持っていた。 お線香は火をつけるんですか「花の束ができると娘はそう言って一種の目つきでこちらを見たそれは好意の眼差しかもしれないが敵意を含むように思えた赤桶を持ってついてこようとする娘を断って彼はその店を出た寺の門をくぐるまで そして兵糧の脇を通って墓地へ入るまで彼は息苦しいほど緊張した「かかるなら墓地へ入る前だ」そして墓地へ入ってしまえば「確かに」とは言えないが脱走の機会があるかもしれない彼は体中の神経で後ろの気配に注意したその男はつけてくる。 振り返って見るまでもない。その男は眠たそうなしかし少しの紛れのない目でこっちの背中を見つめながら迷いも焦りもない拾うような足取りでつけてくるそれはちょうど目にも見えず切ることもできない糸でしっかりと結びつけられてでもいるような感じだっただが彼は墓地へ入った。 東の端へまっすぐに行けそこから入り屋へ抜けられる線香の煙にむせて咳が出た石敷の道を左に曲がり右に曲がる墓は豪奢な区域から次第に簡素となり貧しくなる一方は金に明かして作り絶えず手入れをして 吹き清めたようにきれいになっているが片方では古びてかけてかしいだり倒れたりしたのやまた竹垣もなく壊しもなくただ数枚の外葉を立てたばかりのものもある貧乏人は死んでもこんなものだ彼は唇をゆがめた。 幾曲がりかするともう道にも石は敷いてない下駄の葉の跡のついた裸の赤土続きで安い線香と土の気のめいるようなにおいが漂っていた墓はどれもささやかで小さい古いのも新しいのも皆狭いところへごたごたと寄り合ってあたかも彼らが生きていた時のように つつましく控えめにじっと肩をすぼめているように見えた彼は足を止めた右側に新しい墓があったそれはごく新しくまだ10日とはたたないのだろう盛り上げた土も乾かず白木の墓標の表の名号を書いた字も墨の香りがにおうようであった 彼は墓標の後ろへ回ってみた。俗名「おいね。年は26歳命日は13日前の下月7日と書いてあった「お稲ちゃん」って言うんだね彼はそっとつぶやいた縁のない人間が花なんぞあげて迷惑かもしれないが のっぴきならぬ場合だから勘弁してもらうよそして前へ戻った青竹の筒の片方に線香を立てる23本折れて折れたのは土の上で煙を上げた花は大輪でもあるし多すぎた竹筒へせるだけ刺して余ったのは墓標の前へ横に置いた それからそこへかがんで目をつむりながら合掌したあの男はこっちを見ているそう遠くない物陰から辛抱強くあの細い目でじっとこっちをうかがっている26歳というと俺とは3つ違いだったんだなおいねちゃん口の中でそっと、 こうささやいた。娘のままだったのかそれともお嫁に行ったのかこの墓の様子じゃあんまり楽な暮らしでもなかったらしいが死んでほっとしているかそれともやっぱり未練の残ることがあるか昇進を装うためにそう呼びかけたのであるがむっている目の裏へ 「お通夜不思議に目鼻立ちははっきりしない色の浅黒い引き締まった顔も肩の細いしなやかな体つきも全てが小作りでふんわりと軽くやわらかそうであった私を連れて逃げておくれお父さんは」。 ヒンジを無垢にする気よもう逃げるほかにどうしようもないわ両手で肩を抱きしめ頬へ頬をつけて身もだえするようにいった熱い呼吸と抱いた手の激しい力がまざまざと現実のようによみがえってくるお通夜の父親は橋場の七兵衛という。 かなり名を売った爆竹うちであるこっちは仕立て職からぐれて自分ではいっぱしのヤクザ気取りでいたお通夜は一人娘思いやって行く末の約束までしたが橋場一家にとっては彼などは雑魚の一尾にすぎなかった逃げるのはいいが苦労するぜ一緒なら どんな苦労だってそして示し合わせたが抜け出すところを見つかって取りまかれた「アンさん死なないでおくれ」「捕まったお通夜の叫びが聞こえた目のくらむような気持ちだった」「夢中で担当を抜き飛びかかってきた金次を刺した」「左の脇腹だった」 その不気味な手応えに肝が消えた。生きててくれ。おつや。わめきながら逃げた。桐生というところで、一年半仕立て職をしながら。おつやを呼び寄せる檻を待った。死なないで、おくれ。 喉を絞るような女の絶叫がいつも耳の奥にあった。死なないで奥れ、アンさん、死なないで。月に一度ずつ江戸へ行く旗屋の手代に橋場の様子を探ってもらった。金所の傷は浅かった。しかし向こう縁組を伸ばす役には立ったっ。 おつやも首を振り通し七兵衛の気持ちも変わった事情は少しずつ好転し二人の運が開けるように思えたけれども半年前に七兵衛が卒中で倒れ台貸だった金次の位置がはっきりと一家を押さえたそして五日前

汚れた髪は白くはならない担当を懐に飛び出してきたその先がどうなるかまず金獅を片づけてあとは成り行きに任せようと心を決めて今朝千住の宿から市中へ入ったのである静かな足音が近づいてくるさあ勝負だぞ。 手を合わせたままつむっていた目をそっと開けるかがんだ足の指先がきっちりした足袋の中でしびれている足音はなお近づく何かをはばかるように用心深くほとんど忍び足でそうしてそれは彼の脇まで来て静かに止まったどうしようというんだ 彼はごく自然に片手をそっと懐へ入れた指のささくれがいたんだその時後ろでその人間の動く気配がした彼の手は担刀をつかんだ「あの失礼でございますがためらいがちに女の声でこう言った」。り返ってみると、 50歳ばかりの女がそこにいた彼は立ち上がってぼんやり目霊しながらずっと向こうの墓石の陰にあの男がいるのをちらと認めた「わざわざお参りくださいましてありがとうございます越後屋さんのお棚の方でいらっしゃいますか」ええそうです 彼,は目を伏せる彼女は痩せていて顔色が悪い黒っぽい着物を着た体もしなびたように小さく髪の毛には白いものが多かった赤桶の中に花があり片手に持った線香から煙が立っていた「うまくやれ目と出るかもしれないぞ」。 あの男が見ている。絶好の機会だ。ああ、これはどうも。彼は自分が墓の前を塞いでいることに気づいて、憂いにとらわれたもののように頭を垂れながらそっと脇へ身をよけた。老女は礼を述べて墓の前へ進んだ。 ののあげたもので竹筒はふさがっている。「まだ柔らかい森土を掘って線香の束を立て花は彼の供えたのと並べておいたそれから赤おけの水を墓標の前の死んだ仏の使っていたらしい茶碗に注いだこれらのことを彼は黙って放心したように」。 脇から眺めていたすっかり覚えが悪くなってしまいまして老女は会釈をして言う「失礼でございますが初めてお目にかかるのでございましょうか」。ええそうです多分私お稲の母でございます。 このたびはおたなのみなさまにいろいろとごやっかいをおかけいたしまして」。彼女はくどくど礼を言う。あの男はさっきの場所にはいない。だがあの眠そうな目はこっちを見守っている。開くことなくじっとどこかついそのへんから。彼はうなだれて無気力にため息をつき。 懐の手をだらっと下げるこの間に老女の声は少しずつ変わってきたそれがふと途切れて何かを探るような眩しそうな目で彼を見上げた「あのこんなことをお尋ねしては失礼かもしれませんがもしあなたはあの 重次郎さんとおっしゃるのではございませんか彼はドキリとするすぐには返事ができないええー、と口ごもるのを老女は自分の思いどおりに受け取ったお手代の重次郎様でございますのねええそうです重次郎ですが。 ありそうでしたか。稲からお名前だけは伺っておりました。あれはご存知のように口の重い子でございます。詳しいことは何も申しませんでした。けれど、でも。病気がいけなくなってから、上ごとによくお名前をお呼び申しておりました。 彼は顔を背けた。老女の声は震えその目はにわかに強く「期待」と「愛玩」の色を込めて彼を見上げた「おっしゃってくださいましあなたはあれと何か約束をしてくだすったのではございませんか」。いましいほど、 おおろろと言ったあれは息を引き取るまであなたがおいでくださるのを待っていたようでございます。何か二人の間に何か約束をしてくだすったことがあるのではございませんか。彼はしばらく答えない 顔を向けたままじっと息を潜めているそれからやがて静かにうなずいてみせたはあ老女は手で口を押さえたいつの間にかもやが立って墓地は薄いネズミ色に黄昏れてきた彼は老女の語るのを聞きながら 頭はやはりあの男から離れない目も耳も絶えずその方へ引きつけられている私が今どんなにうれしいかとても分かってはいただけないでしょう。老女は目をふきふきしどろもどろにこうかきくどいていた「本稲はご存じのように」。 おとなしい気立ての優しい子でございました。ずいぶん早くから縁談もあったのですが一人娘の上父親があれの十七の年から中風で寝ついて暮らしの苦しいことを知っていたのでしょう。猫に来るような人は嫌いだといいまして。 自分からさっさと越後屋の小田へ方向に上がったのでございます。父親はおいねの二十死の年に死んだ。母親は家へ帰って婿を取るように勧めたが、おいねは笑って首を振った。こんな年になっては嫁に行くにしても相手は知れている。 自分は一生独身で通すことに決めた。もう少しお棚で働いて何か小商いでもするだけ貯めたらおっかさんと二人で気軽に暮らしたい。というのであった。私はこう思いました。と老女はむせび上げた。私がいなければ。 あの子一人ならまとまる縁談があったのです私がいるためにまとまる話もまとまらずやがてあんな病気になって死んでしまいました老女は表を覆って泣いた貧乏人の子に生まれて 苦労の絶えなかったことはうんふんとあきらめてもらえますけれども二十六という年まで華やいだことも浮気めいたこともなくとうとう目おとの味も知らせずにしまったかと思うとかわいそうでかわいそうでそれだけは。 きめがつきませんでしたどう考えてもそのことだけが <laughs> 彼女はまた激しく泣いたそしておえつによろめく声で自分自身を納得させるかのように続けた「でも今はもういくらか諦めがつきます」。 あなたにここでお目にかかってあの子にもあなたのような方があったたとえ夫音にはなれなかったにしてもあなたという方がいてくだすったと思うとうれしくってうれしくってもうやめてくださいどうかもう。 彼はつぶやくように言った。「あの人が恥ずかしいでしょうからお稲さんがあの人はいつも恥ずかしがり屋でしたからね」あ「ああそうでございますあの子はいつもそうでございました。老女は涙をふいた」。 小さい時からそんなふうでたまにいいがぐでももらったりしますと恥ずかしがって友達にも見せられないよその子なら見せびらかすところをあの子は帰って隠すという証分でございましたそうでございますあなたという方のいることも あの子にはやっぱり恥ずかしくって私に話すことができなかったのでございましょう彼はふとお稲という娘の姿を想像した「越後屋といえば江戸一番の呉服屋で番頭手代だけで何十人といるはずだ」。 そういうい棚にいて十六になるまでついに結婚の機会もなかったとすればあまり器量もよくなかったことだろう友達よりもよい玩具を持つと恥ずかしくて見せられなかったという内気でおとなしい娘いつも他人を立てて 自分はひっそりと影に座っている重次郎という手代とはどんな関係だったのか息を引き取るまで上ごとに名を呼んでいたというが死んでも訪ねてこない様子から察すると片思いだったと考えられる私はおいねさんと夫婦約束をしていました 彼は衝動的にこう言い出した「いけないバカなことを言うな」と抑える気持ちもあったが口をついて出る言葉はもう止めようがなかった「もう少し待てば棚を出してもらえるんです」「五年前から好きあって末は夫婦と約束をしてからも」 二年経ちます、まあそんなに前からあと半年せいぜい半年もすれば棚が出せるそうしたらおっかさんに打ち明けよう私には親兄弟がありません祝言をしたらおっかさんにも来てもらって三人一緒に暮らそう そう話し合って楽しみにしていたんです。そうでしたか、そんな風に言ってくださったんですか、私まで引き取ってくださるって。老女はうなずいた。それを伺えばもう十分です。あの子が どんんなに喜んでいたかかがわかります。私もこんなにうれしいことはございませんあなたありがとうございましたそして老女は墓に向かってこうささやいた「よかったねおいね。 お前は幸せだったんだね彼も心の中で墓の主に言った「嘘を言ってすまないがお前のおっかさんが喜んでるんだ勘弁してくれるだろうなおいねちゃん」だが彼は「あと言った。 突然右のの腕を掴まれたのである。強い力で右の二の腕をぐっと掴まれ振り向くとあの男がそこに立っていた「足場身内の半室だな騒ぐなよ」男はこう言いざまこっちの懐へ手を入れて担当をさっと取り上げた。 見事な手並みである老女はぼう然と目を見張っていた老女との話に気を取られていた相手がそこへ来たのも知らなかったし担当を取られてはっとしたがすぐには口がきけなかったな何ですかあなたはどなたですか とぼけちゃいけないその男は眠たそうな目でそばであっけに取られている老女をちらと見それから皮肉な霊障を浮かべながら言ったお前が金次をやりに来たということはちゃんと知らせが届いてるんだ桐生の旗屋の棚からといえばわかるだろう何を 何をおっしゃるんだか私には点で分かりません俺にもわからないことがある男は言った金次が橋場一家を抑えお通夜という娘の押しかけ婿になったことは悪のやり方だ普通の世間なら周りが許してはおかねえだろうしかしヤクザの世界は別だ 腕と度胸が物言う。ヤクザ仲間では無理でも悪毒っても勝つ者が勝つんだお前は片木に戻ったそのことは畑屋の番頭からよく聞いている思い合った女を横取りされて口惜しいだろうがお通夜はもともと博打打ちの娘だし そうなってしまえばそれで自然と収まってゆくものだ。俺も現に見ているが、どうやら波風の立つ様子もない。そこへ今お前が乗り込んで金次を刺すことができたとしても、お通夜の体が娘に帰るわけでもなし、金次に代わっていきなりお前が橋場を背負って立てもしねえ。悪くこそあれ。 よくなることは一つもありやしねどうしてそんなつまらない猟犬を起こしたか俺にはそれが分からねえんだあの失礼でございますが脇から老女が恐る恐る言ったあなたは町方の親分様でございますか もしもそうならこれはとんでもないお間違いでございます男はゆっくりと振り返った老女は微笑して気の毒そうにうなずきながら言ったこちらは駿河町の越後屋のお手代で しとおっしゃる方です私は山崎町の藤兵衛棚にいるお金というものですがこの方は死んだ私の娘の墓参りに来てくだすったところなんですするとお前さんはこの男を知っているのかい存じておりますとも。 余計なことを申し上げるようですがこの方と死んだ娘のお稲とは目と約束ができていたのですから。どう墓参りに担当はおかしくねえか。それはと老女が口ごもったこの方の様子でお察し申すのですけれど。 おいねにしなれて思い詰めたあまりその男は彼の方を見た彼は目を伏せたままそっとうなずいた男はそれを細い目で眺めながら穏やかな口ぶりでいた この人の言うことにそういないか。お前、本当にカタギの越後屋の手代か。彼はまたうなずいた。そうか、俺の目違いか。その男は初めてつかんでいた腕を離した。それから取り上げた担当を、 ゆらゆらと振りながらそいつはとんだ迷惑をかけたと低い声で言った「桐生の旗屋にいるのが俺の友達でそいつがまた半七という男を好きなんだ間違いのないように頼むと」と急飛脚をよこしたので戦時で見張っていたところお前を見かけ てっきりこいつと思い込んだわけさ半七という男は仲間を切って逃げたんで捕まればお縄になるもちろんこんな話はお前さんには関係のないことだろうそして持っている担当を見せだが一つおせっかいをさせてもらおう思う娘に死なれたからって 思いつめて死ぬなんざ未練すぎるそのくらいならこうして後に残ったおふくろさんの面倒を見てあげたらどうだそのほうが死んだ娘のためにも苦どくになるぜまあとんでもないどうかそんな私のようなもののことなんぞ。 なにこいつはただ行ってみただけのことさ迷惑をかけてすまなかったこの危ないものは俺が預かってゆくぜその男は担当を懐へ入れたカチリと音がしたのはじっ手があったからだろうじっと細い目でこちらを見つめてそれからゆっくりと去った うもやが濃くなって墓地の向こうはおぼろにかすんでいる男の姿はそのもやの中へと静かに消えていった「あの人はまあ何を勘違いしたんでしょう」。老女はこう言って吐いをついた。 似ていた私が悪いんですよ彼はなだめるように言ったあなたがいてくれたので早く疑いが解けて助かりましたしかしああいう職の人間にしては思いやりのありそうな人でしたね解放されたように気が楽になった桐生からここへ来るまでの どす黒いゆがんだ感情泥まみれに汚れた道のすぐ脇にこういう静かな無事な世界があったそのつもりならいま言われたようにこの老女を連れてり上へ帰ることもできるそいつはあんまりキザだそして いくらか不自然でもあるがそうすることができれば自分も下手職として落ち着くことができるかもしれないくれてきましたね彼は赤桶を持ちながら言った帰るとしましょうかあらそれは私がいいえ 私が持ちます。ついでにお宅まで送ってゆきますよ何か言いたそうな老女のせい彼はそっと手をかけいたわるように並んで歩き出した言うもやをゆすって鐘が鳴り始めた」。